田沢です。本日はですね、まあ、地震とか、まあ、思い込みとか、まあ、勘違いみたいな、そんな話できたらいいなと思います。ぶっちゃけめちゃくちゃ得意分野だなと思ってます。僕よく周りの人にはすごく自信あるねとか、めちゃくちゃポジティブだねとか、前向きだねとか、熱いねとか、まあよく無責任だねとか、まあいろんなこと言われたりします。なんとなく今の言葉で、僕という人柄が分かったんじゃないでしょうか。無責任っていう言葉は正直心に来るものがあって、やっぱりその実現してないからなんか無責任になっちゃうんですよね。実現してないからその勘違いと思われるし、なんか恥ずかしいやつみたいな風に思われてんだろうなとか思いつつ、まあそんなの気にしないよっていうのが僕という人間です。はい。なんか無責任っていうことに関しては僕めちゃくちゃ反論があって、そもそもなんか責任取ったことあんのっていう話で、なんか自分の人生で起きたことでもなんか自分なんか起き、なんですか、振り返ってみた時になんかちゃんと責任取ったことないなと思って、親とか先生とか周りの人が結局は責任取ってくれたケースの方が圧倒的に多くて、僕自分でなんか問題、自分だけで問題解決したことって本当にないんですよね。で、多分それは世の中のほとんどの人がそうだと思うんですよ。で、そうじゃなかったらこのようになんかサービスとか、ね、人が提供するものって多分存在しなくて、だって価値なくなっちゃうじゃん、自分で解決できちゃうんだから。え、けどそれができないから世の中その経済が回ってたりとか、いろんなサービスが存在したりとか、まあ、いろんな人間が存在するわけで、もし自分だけで自己完結できるんだったら、人間っていう生き物自体も多分システム的には多分どんどん個体数が減っていって、社会っていうのはどんどん縮小に向かうはずですけど、基本的に今人口は増加減少、世界的に見れば日本は減ってますけど、まあ基本的には増えてるし、で少なくともたくさんいるじゃないですか。76億人とかいるわけですよね。全然自立してねえだろっていう話じゃん。自分で自己完結できるんだったら76億人も答えは必要ないと思うんですよね、僕は。まあ、そんなこんなでなんか無責任とかわけわかんないこと言ってくるやつのことは僕は基本的に勝ち無視してます。はい、いいじゃないですか、別に無責任でも責任取れなくたってね。世の中で成功した人たちみんな無責任なこと言ってたと思いますよ。最初は誰だって最初は無責任なんですよね、多分。なんかわかんないですけど、僕まだ成功してないからわかんないですけど、なんとなくそんな気がするんですよ。本とか読んでる限り、なんか人の話とかエピソード見る限り、最初は特にめちゃくちゃ叩かれる、やっぱりできてないから大ブラフキーだと思われてる。でも彼らにとってはもうできるビジョンがさ、もうこのここっていうか、多分ここじゃないんでしょうね、多分ここにあるんでしょうね。なんかそういう動いたもんがあって、でこれは すごいと、世界を変えれると、俺はなんてことはこの自分の中で発明したんだと、これはもっと世の人がたくさん知るべきだと、これはもっと世に知らしめるべきだと思って行動を多分開始したと思うんですよ、世の中の偉人たちは。でそのうちのいくつかがやっぱり成功に至って、今我々の生活のすごく重要なところで役に立っているということだと思うんですよね。で僕も将来的にはそんな人間になりたいと思ってるんですけど、はい。で今回はその俺自信なかったわっていう話なんですけど、なんかね、僕自信あるねってよく言われるんで、僕も最初自信あると思ってたんですよ。え、けど全然そんなことなくて、あの全然自分のこと信じてないんですよね。俺ダメだなと思ってるし、あ、俺今日も多分なんかやらかすなとか、あ、俺今日も多分うまくいかねえんだろうな、うまくいかねえは思わねえか、なんか僕歩くたびに俺やればできるやればできるとかうまくいくってずっと言い聞かせてるんで、もう自分を自分で洗脳しちゃってるんで、それは違うかな、なんていうかな、自分本当に自分を信じてないんですよ、言葉通りなんですけど。で他人のことは意外と信じてるんですよね、もちろん。なんていうかな、いや本当に言葉通りなんですよ、自分のこと全然信じなくて、他人はある程度信じてて、
あ、けどなんかめちゃくちゃ勘違いしてるなって思いましたね。俺やればできるって何の根拠もないんですよ。だから、いや、その根拠はって問い詰められた時に俺毎回言葉に詰まるんですよね。あの、勘違いとか思い込みがめちゃくちゃ得意で、できもしないのになんかできるって言っちゃう。なんか最初ね、言うようにしてたんですけど、やっぱりその習慣にするとだんだんできるようになるんですよ。僕ができるようになったことはできないのにできるって言うっていうことができるようになりました。でもなんかそんな風な自分のことをなんか惨めだなと思ったことあんまりなくて、むしろ誇らしいと思ったんですよ。みんなができないって言ってることを俺はできるって言い切るってめちゃくちゃかっこよくないですか？僕だけかもしれないですけど、僕はそう思ってるんですよね。なんかもし僕と同じような価値観っていうか、なんかできもしないのにできるって言っちゃって、でも恥かいちゃったみたいな人いたらちょっと安心してほしいなと思います。世界に一人だけ僕という味方がいるので、はい、めちゃくちゃ恥かいてますよ。例えば仕事だったら全然仕事できないのになんかできるとか言ってるからめちゃくちゃ変なやつだと思われてる。あとなんかちゃっかり YouTube 始めやがったしさね、あ、まあぶっちゃけなんか仕事に関しても YouTube に関しても俺勝てるとは思ってるんですよ。なんか、まあ、YouTube に関してもめちゃくちゃ大こけするか、めちゃくちゃ多分俺それこそ歴史に名を残すような YouTuber になるかどっちかだと思ってて、まあ、なんでかっていうと単純に僕は多分希少性がめちゃくちゃ高いからなんですよね。例えば YouTube でこういう動画を上げてる人ってなかなかいないと思うんですよ。はい、例えば仕事をできないって言ってる人がたくさんいるってことは、できるって言ってる人例えば少ないってことじゃないですか。少数派じゃないですか。で、希少性のあるものって価値があるっていう、そういったロジックで僕はなんかおそらく勝つんだろうなっていうのを確信はしてるんで、自分の中では。ただ他人はもちろんそれは納得できないんですよね。やっぱり僕もだから他人がさ、あの、できるできるって言ってたらなんでってやっぱり思いますもん。うん、でもそれはさ、やっぱり本人にしか見えない世界っていうのがあって、でしかもそれは言葉とかで伝えるのってやっぱり限界があるんですよね。はい、そういったことは結構理解すべきかなと思ってます。はい、で今回はそのできるって言ってる側の人に向けて撮ってるのかもしれません。 もちろんね、この毎回僕自身に向けて撮ってるんですけど、あの、僕と同じようなこと、境遇の人とか同じような考え方をお持ちの方とか、マインドセットをお持ちの方とか、そういった人の励みに少しでもなればいいかなとも思ったりします。なんか自分がもちろん満足できるものを毎回届けていくっていうのはずっと思ってるんですけども、やはりこういった形で動画で発信していくっていうことに関してはやはり人の役に立たないといけない、人の役に立ちたいと僕が思ってるんですよね。僕だってなんかいろんな本を読んだり、テレビ見たり、いろんなことからインプットしたりするのはやっぱりその役に立つから見るわけですよ。価値があるから。人の体験っていうのはやっぱ人の話聞いてて楽しいですよね。めちゃくちゃ勉強になりますし、あ、俺もそうやって生かそうというふうに活用しようとか思ったりします。すごく学びになるんですよ。そういったことがあって、逆に僕もそういったことが少しはできるんじゃないかと信じたいわけですよね。はい、僕は自分信じてないけど信じたいっていうのはもしかしたらあるのかもしれません。はい、とにかく自分を信じてみたいんですよ。自分の可能性を、自分の未来を信じてみたいんですよね。で、そういった人いると思うんですよ。別にいいと思うんですよ、そういう人。うん、別にそうじゃないとダメってわけじゃなくて、そういう人がいてもいいと思うっていう話ですね。根拠のないこと言ってちょっと恥かくとか、ちょっと浮いちゃうかもしれないけど、それでもなんか自分がやりたいこととかなんか目標みたいなものがあって、で自分は分かってるわけですよ、必ずできるって。けど周りは信じてくれないみたいな、そういう寂しい時期を過ごしのそこのあなたですよね。そんな人に今回は見ていただきたいなと思います。はい、かっこいい僕もですね、同志とか仲間っていうのはなかなか出るもんじゃなかったです。はい、
やっと品川くんとかに出会えて、やっとって感じなんで、もう本当に出会いとかに関しては運かなと思ってます。ただやっぱりその続けていくのが一番大事だと思うんですよ。貫き通すのか、自分が信じたものを最後まで貫いていくっていうのがすごく大事だと思うんですよね。例えば僕の場合は、まあ3つの価値観があります。まず綺麗事を貫く、で2つ目が努力を大切にする、努力を敬うってこと、そして3つ目が相互啓発を図るってこと。これがもうなんか最近ようやく形になってきた僕の3つの大事にしたい、世の中に伝えたいメッセージなんですけど、特にその綺麗事を貫くですよね。もうそれに全てがこもってるんですけど、やっぱり正しいことをしたいっていうか、なんかなんだかんだ人として間違ったことしたくないっていうか、綺麗な生き方がしたいっていうか、人として悔いを残したくないっていうか、そんな風な思いがやっぱり常にここにあるわけですよ、心に。だから毎日前を向いて歩けるし、こういったことにも挑戦できるしっていう感じなんですよね。はい。なんかそういう風な生き方を選んだ人いると思うんですよ。多分ね、なんか引き寄せの法則かなんかでこの動画を多分見ることになると思うんですよね。いろんなきっかけで、いろんなご縁があって、はい。僕がこうやって価値観を表明してるから、僕と同じような方がおそらくこういったものをサムネとかいろんなタイトルとかね、わかんないですけど YouTube とかいろんな動機があって、いろんなご縁があって、こうやって何かしらの形で出会えると思うんですよ。それがなんか僕は価値があると感じてるから今動画を撮ってるわけなんですけど、そういった人には本当に一緒に頑張ろうって言いたいですよね。なんか自分も正直迷う時もあるけど、そのなんていうかね、一番苦しいのってやっぱり一人の時なんですだと思うんですよ。自分はさ、正しいって分かってるんだけど、でも誰もなんていうの知らないからさ、自分も変だし見たことないところに行くわけだから、地図がある意味あるようでないから、自分の心だけが頼りだから、変だし心が折れちゃったらもう、その島にはたどり着けないっていうか、夢という目標には到達できないという恐ろしさがあるんですよ。だって今までそこに向かってね、頑張ってきたのに、突然その夢とか目標が雲のようにシュワンって消えたら、まあそりゃショックだろうなって思いますよね。なんか毎日その恐怖と戦ってると思うんですよ、皆さん。いや、僕もそれで、いつ夢が叶うんだろうとか、いつ素晴らしい相手と出会えるんだろうとか、めちゃくちゃ考えますよ。いや、本当に死ぬほど考えてると思います。だからさ、なんか毎日暇だねとか思って生きてるやつの気持ち全然わかんないですもんね、正直。何言ってんのこいつって思って、いや、そんな暇ねえだろみたいな、毎日真剣だよみたいな、真剣に何が悪いんだよみたいなって僕は思ったりしますし、なんか周りの人になんかイライラしちゃうのも仕方ないのかなっていうふうに思います。はい。でもやっぱり失ってほしくないのは、その勘違いが人を救うことになると、いずれ世の中の役に立つことになると、そしてそのことを何より自分自身が分かっている、その時に果たしてそれは勘違いをやめることが正しいのか、それとも勘違いし続けることが人の役に立ったり、自分の将来の役に立ったり、自分の大切な人を守る力になったりすることがあるんですよ。はい。その勘違いを続けられるかどうか、その根拠のない思い込みを持ち続けられるかどうか、周りの人にお前間違ってるよって言われても、いや俺は間違ってないと、私は間違ってないですと、確かに今はね昔はけど未来はっていう
ことですよね、要するに。もちろんね、未来は変えられ、未来は白紙ですし、過去は変えられないと。自分がコントロールできるのは現在だけだと。っていうのはもちろんわかります。はい。でもそれは、未来から立脚した現実じゃないといけないですよね。現実から立脚した未来だったら今まで通りの延長線上になってしまうじゃないですか。で、僕たち我々のような人たちが目指しているのは果たして現在の延長線上にその夢とか目標が本当にあるのかっていう話ですよね。僕はないんですよ、はい、今のまま今の生活のまま暮らしてたって絶対に自分が欲しいものなんか手に入らねえって思うんですよね。常に思ってるんですよ。常になんか変化してえなとか成長してえなってずっと思ってるんですよね。で、多分皆さんもそう思ってると思うんですよ。で、仮にこの考え方がねわけわかんないとか、いやお前はお前だし私は私ですっていう人も少なからずこの心の片隅にはあると思うし、絶対にそれは忘れちゃいけないことだと思うんですよ。もっと未来に向かって努力していこうとか熱い思いで頑張っていく、特に僕のような若者はそういったことを忘れちゃったら残りの人生どうするんだっていう話ですよね。夢とか希望とかファンタジーがない、そんな余生を過ごすんでしょうか。もったいなくないですか。僕は嫌です。僕はもっと楽しい時を過ごしたい。できれば僕と同じ価値観を共有できる人と素晴らしい時を過ごしたいと常に思ってるわけですよ。だからわけわかんないやつとかなんかしょうもないやつと付き合ったりしないですし、こうやって一人で動画撮ってますけど全然嫌じゃないです。今何時か知ってます？今夜の2時3分です、はい、明日普通に仕事あります。もちろん12時からなんでね、全然きつくはないですけど、ただ仕事終わってからずっと起きてこの YouTube の動画を2本目撮るっていうのはなかなかできることじゃないと思うんですよ。僕は自分もすごく誇りに思ってます。世の中の役に立つような情報を2時3分になっても提供できる自分のことを僕は誇りに思ってます。編集がしてないからとかわけわかんないこと言ってるやつの話は聞きません。僕は内容が全てだと思ってます。話が下手とか関係ないです。話が下手だって伝わることあるんですよ。僕は過去を体験化してます。過去に家族に向けてメッセージを送ったんです。もう僕自分で見返したんですけど、後から気づきました。めちゃくちゃ話下手くそでした。はい。でも、なんとなく、やっぱり伝わったんですよね。その後家族と面と向かって話し終わった時に、すごく叩かれました。はい。なんか、お前はお前だと、私は私だと散々言われました。はい。打てば響くんですよね。僕が、すごく打ったから相手に響いたわけですよ。もちろんねそれはすごくいい響きではなかったかもしれませんが、僕がやっぱりメッセージとして届けようとしたことっていうのは本気で届けようと努力したのであれば、やはりどんなフォーマットであろうとどんだけスキルがなかろうと相手に伝わるわけですよね。改めてそういったことをなんか感じた瞬間でありました。その時余計に、編集する気失せましたけど、はい。まあ、でも今後はね、編集していこうっていう気もあります、実は。はい。時間あれば、休みの日から編集したいなと思ってます。はい。で、新しいチャレンジとして、1日2本、ちょっと動画アップしてみようかなと思っております。1日1本が毎日できるようになってきたんで、次じゃあ2本いっちゃおうかっていう、シンプルな理由です。はい。別にいいじゃないですか。どんな形だって。別に YouTube ってあなたのテレビじゃないですか。
僕のテレビですよ。僕の豊田翼のテレビです。豊田先生のテレビですよ。もちろんね、これ見てる人はさ、面白くねとか言うのは仕方ないと思うんですよ。それは僕の技術不足もありますから反省しないといけないなと思いつつ、でも知らないよねそんなの。だって俺がやりたいようにやってるんだからさ、別にいいじゃんね。うん、まあ将来的にはさ、お金取るようなことになっちゃうけど、それでもいいじゃん別に。だって俺がやってんだから、お金払うのそっちでしょって感じ。別に嫌だって払わなくていいじゃん。僕だって別に好きなもん買うしさ、別に嫌いなもん買わないじゃん。買え買えって言ってセールスするわけじゃないからさ、別にいいじゃんって感じ。なんか別にいいじゃん教みたいなのが広まってくれたらちょっと行きやすくなるのになって思いますね。はい。ちょっと昔話にすると、なんか自己中なことをなんか叩かれた時にめちゃくちゃなんか反発した記憶がなんか蘇ってきたんですよね。自分は良かれと思ってやったのに、なぜか空回りしちゃった。それはなんか既存のそのルートを踏まなかったからですね。上の者がいて、でその人が作ったレールを踏まないとおかしいみたいな、てか周りの人がいて、でその周りの人がやってることをやらないとおかしいみたいな、で僕はその状態をおかしいと思ってたんですよ。いやなんでいや普通にやったらいいじゃんみたいな、やり自分の好きなようにやったらいいのに、なんで、でしかも好きなようにやったらなんか、いや周りと合わせろみたいな、それチームワークだからみたいな、いやそれ同調圧力って言うんじゃないのみたいな、チームワークは違うでしょみたいな。チームワークはさ、自分の個性を発揮してそれがチームに還元されて、初めてその相乗効果が生まれることであって、別に最初から合わせに行くことは違うでしょみたいな、合わせようと努力すること確かに大事かもしれないけど、本当のプロの集団でそんなことあるって思う。なんか今思えば僕親とか家族に騙されてたなって思いますね。あ、なんで合わせちゃったんだろうっていう、なんかそこだけちょっと後悔してるかもしれないです。はい。合わせずにわがまま通しときゃよかったなって、我慢するっていうのははっきり言って戦時中の考え方じゃないですか。欲しがりません勝つまではっていう、もうね、今もう令和の時代。平成通り越して令和の時代ですからね。昭和じゃないです。平成でもないです。令和です。はい。その時代にさ、我慢するって何なのって思いますよね。はい。僕、もうちょい早くそれに気づけたら、もう少し早く動き出せたなっていう後悔は少しあるかもしれないですね。はい。でもただ、今の自分にすごく満足してます。はい。結局ベストタイミングだなって、って思うんですよ。何事も本当にね、振り返るんですよ、いろんなこと。結構反省はちゃんとするんですよね僕、チャレンジする割に、はい、意外と反省はちゃんとするんですよ。反省した時に、振り返った時になんか後悔はしないんですよね。だからもっとこうすればよかったなって全然思わない。全然思わないはダメか。全然思わないはダメか。なんか、確かにそういう風な考えができるなって思うんですけど、いや、待って、例えば、僕、学生の頃に、起業したいというか、起業すればよかったなって思ったことあったんですけど、いや、待って言うと、あの時起業してても、俺は多分、親のすねかじってたから、なんか自分でやろうっていう、危害が起こらなかっただろうな、みたいな。なんか、あったら親がなんかカバーしてくれんだろうなみたいな気持ちがやっぱあったんですよ。今一人暮らししてて、ちょっとね、やっぱりその自立っていうことをちょっとずつなんか考えるようになったんですよね。だからなんか起業っていうのもなんとなくなんか目に見えてきて、なんか自分のその本当にちょっとずつ積み重ねていけば届くような目標になってきたわけですよ。それ考えると、やっぱり、なんか人生で不思議とベストタイミングだなと思ってて、
あの YouTube もですね、本当は2017年か今から3年前に始めようって実はちょっと思った時があって、ただその時全然勇気出なかったんですよね。なんか見てもらえなかったし、でも今ね、別にめちゃくちゃいい動画出てるわけじゃないけど、あの発端はやっぱり職場の人がこういう風に広めてくれて、ちょっとずつ世の中に広まってって、で世の中自体も YouTube 契機っていうか、あの YouTube に参入する人が増えて市場も大きくなったので、あの僕のチャンネルもより多くの人に見てもらえるようになったっていう背景があるんですよね。だから世の中は全てベストタイミングかなっていうのはすごく感じてます。はい、まあ、今回はこのくらいにしようかなと。すいません、話脱線したんですけど、ただ僕の言ったこと価値ありましたよね。僕はそう思ってるんです。はい、だから価値あると思う。だから皆さんの人生に少しでも役に立てば、はい、うる幸いです。はい、今回言いたいこと、改めて、自信なんか必要ないです。必要なのは根拠ない思い込みと勘違い。いかに勘違いできるか、いかに根拠のない思い込みを持ち続けられるか、そこが人生の分かれ目だと私は思っております。私と同じように、勘違いを続けられる方応援しております。はい、勘違いしたことない方、ぜひ勘違いに挑戦してみてください。はい、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは本日も最高に一日をお過ごしください。さよなら。